スサノオノミコトっていうと、あのアマテラスの弟さんになりますね。アマテラスって、まあ、日本神話の最高神、太陽神ということで、あの伊勢神宮の、まあ、神様だよというふうに言われてる、あのもう日本神話の最高神がアマテラス、それの弟さんがスサノオで、結構ねスサノオは乱暴者やったんですね。ジャイアンやったんですよ。であんまりにもこう やらかしすぎて、展開をちょっと追われちゃったんですよ。出ていけで追放になっちゃったと。高間ヶ原か、あれを追放になっちゃって、でまあねスサノオからさ、くっそなんか俺もう追放されちゃったよって言って、下界に降りて、降り立ったのが出雲やったと。出雲降り立ったらなんかおじいさんとおばあさんがちょっと泣いとったと。ああどうしたんですかみたいな感じで言ったら、おじいさんとおばあさんが、いやね聞いてください、あの私たち娘がいるんですけども、あのヤマタノオロチいうね変な構えのすごい化け物がいるんですけど、それにねもう食われちゃうということでね、生贄しなきゃダメなんですよ、それが悲しくてっていう泣いてる二人がおって、スサノオが、あほんなやっつけようかっていうことで、オッケーオッケー、ほんならあの酒用意してくれ、酒で酒を用意して、ヤマタノオロチが来た時に、まずまあ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 、あのね娘食べる前にお酒飲んでくださいなみたいな感じでお酒を飲まして、でその後に俺がやっつけるからみたいな感じで作戦会議したんですよ。なその通りになって、ヤマタノオロチが出てきた時に、まあ、お酒用意されとって、お酒でガブガブ飲んで、ヤマタノオロチがちょっとまあブヘヘヘヘみたいになっちゃったと。でその時にあのスサノオの御事が、おりゃってブシャ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 ってこうヤマタノオロチをやっつけて、そのねなんか剣ももらって、なんか草薙の剣やったかな、剣ももらって、その櫛灘姫っていうあの生贄にされるはずやった女の人もゲットして、ハッピーエンドっていう風になったっていう話がある。それを描いた歌川国芳の作品がどうだったのかっていうのがこちら。はい、こちらが武勇見立て十二使立つスサノオノミコトっていう作品になりまして、まあなんかこうスサノオノミコトがね、剣持って下を眺めてると、なここに下に竜がおりますよっていうことなんですけど、まあこういう風な図なんですけど、この題名でね見立てってあるじゃないですか。さっき言いましたね、見立て。この見立てって何かというと、見立てっていうのが当時流行ってたんですよ。見立て、あの言うたら見立てって何かというと連想ゲームなんですね。連想ゲーム、この絵に描かれてる何かを見て、何かを連想して、あこれあの時のシーンやとか、なんかそういうのをなんかあはってなるような、そういう風な、楽しみ方をするっていうのが江戸時代流行ってたんですよ。でこれは何かというと、実はこの作品っていうのは歌川国芳の、セットもんやったんですよ。シリーズもんやって、江戸シリーズやったんですね。で、まあ、例えばイノシシの年だったら、イノシシにゆかりのある、英雄が描かれて、でこれどのシーンでしょうかみたいなのを連想して楽しむみたいな、そういうのが流行ってたんですよ。でそれの竜バージョン、立つバージョンが、このスサノオノミコトで、この竜がね下でうごめいてるのを見て、あこれ立つ年やな、あ立つ年シリーズこれ何やったっけな、あこれ多分あの剣持ってるから、これスサノオノミコトや、あスサノオ、あ日本神話のあれなみたいな感じで楽しんでたのが今回の、作品になりますと。でヤマタノオロチってヘビちゃうんかいやって思う方いらっしゃるかもしれないですけど、これね分かれてるんですよ。あのヘビの説もあるし、竜の説もあるし、まあヘビから竜になろうとしてるもんなんちゃうかみたいな感じで、結構ね日本神話の中であやふやな部分があって、まだ議論がしっかりと成立してないっていう風なもんなんで、まあそれをまあ逆手に取ったというか、イメージが混濁してるのも逆手に取って、歌川国芳が竜の時に辰年にこれを、スサノオノミコトで出したっていうのが今回の作品になります。なかなか面白いですね。こういう風なね頭結構良かったと思うんですよ、国芳って。いろんな神話とかそういうストーリーとかをねめっちゃこう巧みに使って、幕府を批判したりっていう作品とかもいっぱい作ってるので、結構頭良かったんやなっていうのがね面白いところかなと思います。でこのスサノオノミコトっていうのを、他の作家も描いてるので、それをご紹介させていただきたいなと思います。それがこちら。はい、こちらが月岡義俊の大日本名勝鏡の、スサノオノミコトと櫛灘姫の、図になります。はい、スサノオノミコトと、お嫁さんになった櫛灘姫ですね、この2人が描かれてますよということで、まあなんかちょっと師匠と、ね、構図似てますよね。スサノオノミコトが右サイドによってなんか下見てるとか指さしてるみたいなのがちょっと似てるなということで、影響はあんのかなと、まあ、師匠とちょっと違うのが、まあ、この櫛灘姫を、描いてるというところかなと思いますね。で、これは、大日本名勝鏡っていう、まあ、これもシリーズもんやったんですよ、月岡義俊の。で、月岡義俊が、まあ、一番最初が天照大神から始まって、最後は徳川家光までの、51人の歴史上の、まあ、英雄とかヒーローとか、まあ、偉人とかそういったものを、書いている大日本名勝鏡の、スサノオノミコトバージョンというのがこちらの作品になります。で、明治時代になって注目していただきたいなと思うんですけども、これを月岡義俊の作品って赤色めっちゃきつくないですか。赤色、はい、
明治時代になって海外から絵の具っていうのも結構入ってきたんですよ。でその中の代表格っていうのが赤色やったんですね。赤色、江戸時代までっていうのは赤色って結構高かったんですよ。だからあんま養蚕多用できなかったし、色褪せとかも結構あったのであんま使われてなかったのが、明治時代になって安く入ってきて、しかも発色性もめっちゃええでっていうのでめっちゃ人気を博して、明治時代の浮世絵ってめっちゃ赤色が使われることが多かったんですよ。まあそれをね、嫌っていう人もおるんですよ。ケバケバしくて嫌やっていう人も、いるんですけども、まあでもその当時はね、こういうのがまあめっちゃ良かったし、明治時代になってなんかまあ明るい雰囲気もあったんでしょうね。文明開化イエーイみたいな、そういう雰囲気もあって赤色めっちゃ使われるようになったっていうのが、この作品からも見て取れるので面白いなというところなんですよ。